です。土曜の夜、かすみ。よろしくお願いいたします。一つよしなに。アカデミー賞話題賞の、あの、俳優部門が、岡田准一さんに決定したっていうのを、浅井亮君のメールで知ったんですけども、期待してますよ、みたいなことが書いてありまして。日本アカデミー賞。何を期待してくれてんだよって思いましたけども、それは期待しますよ。若林さん、若林さんがプレゼンターみたいな感じで行くわけでしょ、うん、そう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 、なんかあれ絡みあった、あれ若林さんの時は誰で、あ、大島さん、はい、なんか絡みはあったんでしたっけ、なんかね、なんか言われたと思うよ確か、渡す時に、大島さんが出てきてプレゼンターとして、で話題賞いただきまして、こうこうこうでっていうのをちょっと喋って、で俺に渡すんだよ、何かトロフィー的なもの、はいはいはい、はい、盾的なもの、はいはいはい、はい、その時にも何か言ってたね、あ、何か言ってた、うん、あ、そこ以外の絡みはないわけですか、うん、円卓で横にあ、でもチャンスはあるってことだね、絡めるチャンスはあるってことだね。で岡田准一さんって他のも受賞するよね、うん、あれすごかったもんね、永遠のゼロでしょ、ああ永遠のゼロか、永遠のゼロの岡田さんよかったな、同じ賞とは思えないね俺の芝居と、そうだね、すごかったね、あの岡田さんはね、永遠のゼロ、まあまあ、まあ、号泣したもん、あ、そう、うん、うん、確かに感動はする映画でしたよ、うん、まあいいや、そこに先輩、話題賞の先輩だからね、若林さん、なんかね、木曜のパーソナリティの人もね、うん、若林くん辞退した方がええでって言ってたのよ、木曜の人、木曜のパーソナリティの人が、ああ、あの人よ、うん、あの、いわゆるちっちゃいおっさんって言われちゃったお前よくないぞ先輩のこと、何だよこれ、ネットニュースだな、いやいやいや、オードリー春日、うん、ナインティナイン岡村をちっちゃいおじさん呼ばわいだってそう言われてるしさ、そんなとこだけ切り取られないでしょ、なんでさ、お前のさ、うん、なんだっけ、何ちゃん、こまるちゃんってネットニュースにならないんだよ俺のちょっとしたことをお前、ちょっと上げつらえられてよく記事されてるけど、お前のこまるちゃん、うん、なんでオードリー春日ラジオ生放送でセックス談義がニュースにならないんだよやっぱりそこは若林さんと私のさ、やっぱさ、うん、芸能界のご意見番と、うん、平野いじってんじゃねえぞお前一回言われただけ、お笑いナタリーのお前記者に一回言われただけだよ、ニューご意見番と言われてます、言われてねえよってくだりね、あの新進系のね、何や、若手のご意見番ですよ、のやっぱ若林さん、のんぽりですよ、のんぽりのゴンゲですよ私なんて、いやいやいや、やっぱ若林さんがね、どう何を考えてるか世間が知りたいわけですから、知りたいわけねえだろそんなのそれやっぱ記事になる、私はならないですよ、いくらね何を言ってもかな、うん、で俺ね、うん、本当にね、うん、申し訳ないです、一切勝負しませんからね、アカデミー賞、いや去年のやっぱ借りを返さなきゃいけないんじゃないの、本当にちゃんと賞をいただいて、うん、あり光栄でしたってことを挨拶して、うん、岡田さんの映画拝見させていただいて、うん、とてもあの感動しましたって言って、うん、おめでとうございますって渡して、何もうすいでおしまい、いやいやそれはもう去年の、うん、もう去年のもう73以上のものはもうそんな、あれはアクシデントだから、うん、でどのぐらいヤバい会場かっていうのも十分体験したから、うん、ね、まあね、やばいんだから、そこをでもあれ司会はまた西田さん司会、そうなんだ、あ、じゃあほらもうリベンジよ、そういった意味じゃね、うん、西田さんもこの1年若林くんのありって何だったんだろうって考えながら多分生活したと思うよ、この1年間、あんと、ね、また会うから、うん、ね、来年のこの日に会うから聞いてみようって思ってるかもしれないじゃないですか、一切勝負しないなんかもう本当にもう、うん、また若林がやらかすぞみたいな、うんうん、イヒヒヒみたいな見方してるやつを心底がっかりさせてやる、うん、もうめちゃくちゃ起きに行くからな俺関係ねえそんなこと思ってるやつら、いやまあさ、うん、そのやらかすぞっていう風に思ってる人ばっかりじゃないと思うよ、思ってるやつばっかだよこんな国バカ野郎やってくれるってプラスの期待をしてる人、やってくれるなんて俺に思ってるやついねえよ、うん、世の中に一人も、いや一人か二人ぐらいいるよ、少ねえなおい少なくともねこのチームにはいるよ一人か二人、
やってくれるっていうね。関係ねえ、チーム付け焼き場なんてどう思われると。いや、わかりました。優勝せっかく。だって、言っても。大体、ヨシキだけ抑えときゃ大丈夫なんだよ、チーム付け焼き場。いやいやいや。そんなことないよ。うん。奥田にどう思われたって関係ねえんだ、俺は。まあ、奥田なんてもうね、もう、吹いたら飛ぶような存在だからさ、別に。チリみたいな存在だから別にいいんだけど。だって日本放送のね、関係だって日本放送の、俺の日本のリスナーが選ぶ話題賞なわけですから、うん、やっぱ期待してる人いっぱいいると思いますよ。いないいないいない、そんなの。そこは。いないよ。いない？俺、こないだ思ったんだよ。うん、何よ。アメフトね、レッドカーペットで取材したじゃん。あースーパーボール行った時。その年に活躍した選手が表彰されるんで、うん、我々記者で、レッドカーペット歩いて会場に入るところ、うん、あの名前呼んで、うん、運が良ければお話聞ける。そう、来てくれんの、こっちにね。で、俺ね、うん、JJ ワットっていうテキサンズの選手が大好きで、うんうん、JJ ワットはもう本当に、一切手を抜かないの。試合で。どんなに負けてる試合の最後の第4クォーターでも。うんうん、でそういうところが好き で、うん、で俺は、ワットを見て、うん、自分も仕事頑張んなきゃなって思ってて、うんうんうん、でワットが歩いてるの見て、すごい嬉しかったの、うんうん。生だからね。生だから。からうん、でさ、うん、それをね、ふと思ったんだけど、うん、俺がワットを見るみたいに、うん、俺のことを見てるファンって日本に一人もいねえんだろうなって思ったのよ。ああ、それ確かだ、そうだね。あ、若林だとは思うだろうけど。お前に言われるとムカつくな。うんおめえ普段テレビでカッコつけてるからよ。お前が頑張ると元気が出るみたいに言われてんだけど、けどよ。もうなんかお前、照れ笑いしかしてねえの、水泳でいい記録出して、お前。いやいやいや。いや、それ若林さんそうおっしゃるからね。なんでお前、アフリカで頑張って、照れ笑いしかしてねえだろ、お前。いや、照れ笑い。スタジオで春日頑張ってんなって言われて、照れ笑いしかしてねえな、お前。いいじゃないか、照れ笑いしても。